はい、こんにちは。テレビ改革と豊島区議会議員靴田亮次でございます。実は今38度を超える熱がありまして、今日の動画お休みさせていただきたいと思います。日中ですね、気管内視鏡検査というのを受けてきまして、2、3日熱出ますよって言われて、紙も渡されたんですけど、38度を超える熱が出たら連絡してくださいなんていうですね、紙もらったんですけど、38度ちょうどですね、今ね。あと鎮静剤打たれて内視鏡検査するんですけど、まあ全ての反応反射が弱まるようにね、それも時折ですね、回ってきます。ぐる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 、 まるで泥酔したかのようにね。なんか今日北区の区議、北区区議会議員が覚醒剤で捕まったとかいう面白いニュースもあったんですけど、なんで捕まんのって、職質で、なんかパイプ見つかっちゃって、これはなんだっていうことで、否認したりなんかするとね、連れてかれちゃいますよね、警察署にね。パイプ、覚醒剤はパイプですっていたようであります。あらららららっていうことなんですけども、自民党だってやばいっすね。まあそんなこんなでですね、2、3日、熱出ますよ、痰多く出ますよ、っていうのはですね、シューシューシューって麻痺させる局所麻酔薬スプレーをですね、肺全体に行き渡らせていかれるもんですから、まあそれ出すのに時間かかるんだろうな。面白かったのはですね、検査後の注意点っていうので、こんなことがあった場合はすぐ病院に連絡してくださいなんていう説明書きで、まあまあ熱出ますよ、2、3日、痰増えますよ、2、3日、あともう一個はですね、大量に血を吐いたらすぐご連絡とか書いてあってですね、で真面目な顔してですね、血吐いたら連絡してくださいって看護師さんに言われまして、そりゃ連絡するよ、言われなくても場合によっては救急車だろうなんていうことで、ちょっと、クスッとね、その時は熱も出ておらず、鎮静剤も今みたいにドロ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 酔っ払ったようになります。なんか泥酔、足元もおぼつかぬ、ならない、申し訳ないですけど、今日の動画はお休みさせていただきます。とってもちょっと記事作る脳みそが回りませんです。まあ今後ともたまにサボったりしますけれども、来週かな、抗がん剤の治療で4、5日入院しまして、その間も動画お休みしちゃいますけれども、登録外したりなさらいませんようによろしくお願いします。デトックスジャパン。